ヤッホー植物担当三島彩子です。本日は夏休み科学 VTuber 相談室ということで、私三島彩子が植物に関する質問に答えていきたいと思います。聞き役は玉瀬さんにお願いしております。よろしくお願いします。こんにちは、玉瀬と言います。普段は仕事の傍らでのんびり絵描いて過ごしている一児の母で、夏休み科学 VTuber 相談室、本当にめちゃめちゃたくさんの分野の質問が届いてて、今回は植物についてのお話ってことで、もうめちゃめちゃ楽しみにしてきました。私も普段から、観葉植物育ててるんですけど、もうこれが本当に可愛くて、かれこれ植物をめで始めてから6年ほどになるんですけど、では早速質問の方に参りましょうか。本日の質問はこちらです。玉瀬さん、お願いします。はい、花の形はどのように決まるのでしょうか。環境によって変わりますかっていうことなんですけれども、あ、でも確かに花の形って本当にいろいろありますよね。普段あ綺麗だなぐらいに思って見てるんですけど、確かに言われてみると、なんであの形なんだろう。なるほど。シンプルなようでいて難しい質問ですね。質問者さんの意図に添えるかわかりませんが、精一杯お答えしてみましょう。まず、お花とは何かというところを簡単に整理しておきましょう。玉瀬さん、植物はどうしてお花をつけるんだと思いますか？植物が花をつける理由？受粉ですかね。子孫繁栄。ありがとうございます。いい回答ですね。その通りです。お花の主な役割は生殖器官として働くことです。おしべで作られた花粉をめしべが受け取って、新しい世代である種を作ることですね。そして植物の花というのは、それぞれ様々な環境の中で、実に多様なやり方で花粉を届けます。風に乗せたり、虫や鳥にくっつけたり、水に流したり、お花の形や色、手触りや香りは、この役割を全うするのに適したものになっているはずです。それから一方で、コストという観点もあるでしょう。例えばお花は、受粉を成功させるために鮮やかな色素を作ったり、甘い蜜を用意したり、大きな花びらをつけたりしますが、これらを作るにも栄養やエネルギーを使います。なので、必要以上に大きな花にするみたいなことはしていないでしょう。このあたりが質問者さんの言う花の形が決まる要因になってるのではないでしょうか。必要最低限のコストで効率よく花を咲かせてるってことですか？植物って賢い。例を挙げてみましょう。こちらの植物を見てください。こちらは雪もち草という植物です。あ、雪もち草。名前が可愛いですね。なんか、白い関西の方のなんか血巻きみたいなのがありますけど、これ名前の由来っぽい感じがしますね。そう、可愛いんですよ。今お見せしてる部分は花序という部分で、平たく言えば小さなお花の集まりです。真ん中のお餅みたいな部分は付属体と言いまして、この付属体の根元の方、今はなんか洋服の襟みたいなところに隠されている部分に小さなお花がたくさんついています。で、その襟みたいな部分には仏蓮苞というかっこいい名前がついてます。このように棒状の軸に小さなお花がいっぱいついていて、その周りに仏蓮苞があるような花序のことを肉水花序と言います。あ、肉水じゃないですよ。肉水、ちまきと肉水食べたくなってきた。里芋科の植物はよくこういう花序をつけますね。雪もち草は虫に花粉を運んでもらう花でして、キノコ症状梅の仲間が花粉を運ぶと言われてます。付属体から香るキノコのような匂いに釣られてやってきたハエたちは、この仏蓮苞に上から入っていきます。ところが、仏蓮苞の中は滑りやすく、ハエの仲間たちはなかなか出ることができません。
なんとか脱出できないかなともがくハエたちは、その過程で花粉をたっぷりと体につけて、やがて出口を見つけます。それが、ここです。小さな穴が開いてますね。ああ、よかったーってことで彼らは無事に脱出に成功するわけです。なるほど。それで脱出させたキノコ症状外に、受粉してもらうってことなんですね。うんうん。ところで、雪もち草の仲間には、オカブとメカブがあります。一つの花にオシベもメシベもあるんじゃなくて、株ごとにオスメスが分かれてるんですよね。さっき花粉の話をしたように、この写真の子はオカブです。見分け方は、さっきハエたちが出てくると言ったこの穴があるかないかです。つまり、穴がないメカブに入ってしまったハエたちは、あ、雪もち草に美味しく食べられちゃう。あとは、人の手による品種改良の影響もあるでしょうね。例えば、タマスさん、チューリップってありますよね。あれってどんな形をしてましたっけ？開ききってないつぼみみたいな形ですよね。うんうん、そうですよね。ところが実は、原種系と呼ばれるチューリップはこんな見た目をしてます。え、なんかユリみたい。あ、そっか、チューリップってユリ科だ。そうそう、こう見ると似てますよね。実は一口にチューリップといってもかなりいろんな形の花をつける子がいます。こういったチューリップたちの中には、人間の手で品種改良によって生まれたものもたくさんあります。私たちが普段見かける植物たちの中には、園芸用などに品種改良されたものも多くありますから、そういった子たちに関しては、人の手というのも花の形を決める要因になっています。品種改良もまた奥が深そうですね。うんうん。に軽く触れてみるんですが、シンパーブラウンの法則というものがあります。シンパーブラウン。なんか難しそうな単語出てきましたね。これは葉っぱに関して言われている法則で、多くの植物の葉っぱの付き方は、フィボナッチ数列を使って表せるというものです。フィボナッチ数列というのは、0、1から始まって、その次は0たす1で1。さらにその次は1たす1で2。その次は1たす2で3。2たす3の5。3たす5の8。5たす8の13。21、34、55というように、ある数字がその手前の2つの数字の合計となるような数字の並びのことです。植物の茎を真上から見たとき、ある葉っぱと次の葉っぱとの間の角度は、だいたい植物ごとになんとなく決まってまして、稲やトウモロコシではおよそ180度回転したところにつきますし、ブナとかだとだいたい120度回転したところにつきます。スミレなんかは144度くらいですね。この時、ある葉っぱの真上にもう一回葉っぱが来るまでの枚数を数えると、稲だと一周して1、2枚。ブナだと1、2、3枚で一周。スミレだと1、2、3、4、5、2周しましたね。この2とか3とか5とかの数字、フィボナッチ数列に登場した数字でしたよね。あ、ひまわりの種が規則正しく並んでるのも、これが関係してる？うんうん。ひまわりの種もフィボナッチ数が関連してるとよく言うので、もしかしたら関連してるかもしれないですね。今回は尺の都合上この程度に収めておきますが、詳しく知りたい方はシンパーブラウンの法則で調べてみると良いと思います。参考文献もいくつか概要欄に置いておきますね。さて、植物の花というのは、もともと葉だったものが、なんやかんやあって形を変えたものだとされてます。なのでシンパーブラウンの法則は、葉の付き方に関する法則ですが、花の形にも影響しているかもしれません。こんな風に、お花の形を決める要因には、様々なものが考えられます。きっとお花ごとに、どの要因が主になっているかっていうのは違ってると思いますし、今回挙げた要因が全てとは限りませんが、このようにいろいろな要因があってお花の形が決まっているのかもと思うと、お花を見る目もちょっと変わってくる気がしますね。うん。なんか雪もち草の食虫植物っぽいところとか、あと品種改良のこととか、フィボナッチのこととか、なんかまだまだ知らないこといっぱいあって面白いなってなりました。うんうん。こうやってなんか芋づる式に気になることが増えていくのってすごい楽しいですね。
本日は夏休み科学 VTuber 相談室で花の形はどのように決まるという質問についてお話しさせていただきました。今回の企画は私たちの他にも様々な学術系の VTuber さんが皆さんの身近な質問に答える動画を上げておりますので、そちらもぜひお楽しみに。私たちの YouTube チャンネルや Twitter のリンクは概要欄にありますので、チャンネル登録や Twitter のフォローなどもお願いいたします。それでは、私、三島彩子と、ハマスでした。またねー。またねー。